こんにちは、ミントです。2021年からレーシングポイントがアストンマーティンになります。敏腕ローレンス・ストロールのブランド戦略がアストンマーティンのブランドをどのように成長させるかに注目されますね。現在 F1 でパワーユニットを供給しているのはホンダ、メルセデス、ルノー、フェラーリの4メーカーです。今回はその4メーカーが販売している市販車の最強マシンを比較してみたいと思います。せっかくなのでアストンマーティンも入れ5メーカーでやってみたいと思います。どのメーカーが市販車では強いのでしょうか。ホンダ NSX。 ホンダといえば、なんといっても NSX しかありません。 NSX の最高速はカタログ上では308キロになっていますが、JRI 高速周回路で実際に最高速アタックを試みた結果は297キロでした。最高速300キロ手前まで速度が伸びるのはさすがホンダのスーパーカーです。停止状態から時速100キロに到達するまでの0-100の記録は 3.0 秒です。エンジンはミッドシップレイアウトに搭載した V6 VTEC エンジンで、ツインターボプラス3機モーターを搭載します。ミッドシップレイアウトに VTEC の組み合わせはスポーツ走行に申し分ない性能ですね。 NSX の車重は1800キロで、その価格は2370万円と日本最高峰クラスの価格となっています。日本が誇る NSX の実力は海外のスーパーカーにも負けない性能を誇っているんですよ。フェラーリ、ラフェラーリ。世界で有名なスーパーカーといえばと尋ねると、男女問わずフェラーリと答えるほどです。そのフェラーリからはラフェラーリをセレクトしました。0-100のタイムはなんと 2.9 秒と3秒を切るタイムです。最高速度は350キロで、今回紹介している5台の中で最も速いです。エンジンは 6.3 リッター V12 気筒エンジンに電気モーターによるアシストで963馬力を発生させるモンスターマシンです。またマシンの車重は1255キロであり、今回比較している車両の中で最も軽いです。見た目、性能ともに申し分ないフェラーリの最高峰マシンです。限定500台のマシンであり、その価格は1億6000万円でしたが、現在は希少価値がさらに高まり、2億円を出しても手に入らないスーパーカーとなっています。アストンマーチン DBS スーパーレジェーラ。2021年から F1 に再び参戦するアストンマーティン。 F1 ファンからは今回のリターン参戦に期待の声が多いですね。アストンマーティン DBS スーパーレジェーラはアストンマーティンの DB シリーズの最高峰モデルです。0-100のタイムは 3.4 秒、最高速は340キロです。エンジンは自社開発された 5.2 リッター V12 気筒エンジンにツインターボを搭載します。最高出力は725馬力、車重は1880キロで、歴代 DB シリーズにおいて最も高性能な仕上がりになっています。その性能からはレーシーなイメージを想像しますが、アストンマーティンの高級車というブランドイメージは失われず、非常に上品さを感じる車になっています。アストンマーティンの量産車シリーズの中で最もハイパフォーマンスなマシンであり、その価格は2718万円です。ルノー、メガーヌ RS トロフィー R。 ルノーといえばメガーヌ RS です。メガーヌの中でもトップクラスのマシンが RS トロフィー R です。トロフィー R はドイツにある24時間耐久レースが開催されるテストコースとしても有名なニュルブルクリング北コースで、最速のタイムを出した FF マシンとして有名です。0-100のタイムは 5.4 秒と5秒台であり、最高速度は262キロを記録しています。エンジンは 1.8 リッター直列4気筒にターボチャージャーを加えて300馬力の戦闘力を備えています。さらにボディ、足回りの素材としてカーボンパーツを採用されているため、車重は1320キロと非常に軽いです。最高出力300馬力と
今回比較している5台の中で最もパワーが小さいですが、コーナリングの安定性は他の4台に負けない性能です。さすが最強の FF 車と言えますね。価格は689万円で、今回紹介している他の4台が1000万円をオーバーしている中で、唯一1000万以下となっているので、最もお手軽な価格と言えるでしょう。メルセデス AMG GT ブラックシリーズ。メルセデスは2020年7月に新型メルセデス AMG GT ブラックシリーズを発表しました。高級車にその名ありのベンツですね。そのメーカーのレーシング部門 AMG が本気で手掛けた最強マシンです。0-100のタイムは 3.2 秒、最高速は325キロの記録を出しています。搭載されるエンジンは4リッター V8 型エンジン、加えてツインターボを合わせたパワーユニットは730馬力を発生させます。この速さが実現できた理由は、強力なパワーユニットだけでなく軽量化にもありました。 AMG GT は駆動系、サスペンションの素材にアルミを使用していますが、このブラックシリーズではカーボンファイバーが採用されています。これによって1575キロという非常に軽量な車重を実現しています。全モデル AMG GT-R が1690キロなので、その差は115キロあり、車重で100キロ差は大きな違いですね。ブラックシリーズはメルセデス AMG GT シリーズの中でも異次元の走りを実現しています。名門 AMG が最新の技術を駆使して生み出した最強のマシンゆえに、その価格は4150万円とかなりの高価な設定です。いかがでしたでしょうか。これらの車は自動車レース最高峰である F1 に挑むメーカーが本気を出して生み出したマシンと言えるでしょう。その性能の高さは多くのレース経験から得たノウハウが積み重なって生み出されているんですね。ホンダには NSX のようなスーパーカーをもっともっと作ってほしいですが、なかなか今現在の市場の流れや世界情勢では難しいんでしょうね。新ブランドや新車種を計画的に作り、レッドブルにパワーユニットを優勝供給し、そのお金で新ブランドや新車種の名前でタイトルスポンサーになっていたら、かなりの宣伝効果があり、ウィンウィンだったかもしれませんね。ま、今年のホンダには他メーカーをすべて倒してもらいましょう。それでは次回のクレアの衝撃を楽しみに。おやすみと。